こんにちは。ナビゲーターの佐藤美希です。さあ、横浜を深く知ることができるこちらの機関誌横浜が10月5日に発売されましたが、皆さんはもうご覧になりましたか？今回の特集はクルーズで変わる横浜港ということで、新ターミナルの整備などで生まれ変わる横浜港が紹介されています。10月31日に開業した新港ふ頭客船ターミナル横浜ハンマーヘッド。開業から4日後、着岸第1号となるクルーズ客船ダイヤモンドプリンセスが入港しました。いやー、ダイヤモンドプリンセス、迫力があって本当にかっこいいですよね。ということで、今回の浜ナビは機関誌横浜の横浜港特集にちなんで、変わりゆく横浜港の今とこれからをナビゲートします。新港ふ頭にオープンした複合施設横浜ハンマーヘッドが新たな観光スポットに。ここでしか味わえない限定グルメの数々。ラグジュアリーなホテルの内部とは。夜のイルミネーションを使った体験型イベント、一日中楽しめる変わりゆく横浜港をナビゲート。横浜市内最大級のスポーツイベント横浜マラソン2019が行われ、秋晴れの空の下、2万8000人の市民ランナーが横浜を駆け抜けました。赤レンガ倉庫などの観光名所のほか、フルマラソンでは首都高速湾岸線がコースになっています。2015年から市民参加型となり、車椅子の部を含め4つの種目が設けられています。健康イベントや講座などの参加者を対象にした第8回横浜健康スタンプラリーの協賛団体神奈川福祉事業協会に対し、林文子横浜市長から感謝状が贈られました。協賛団体からはスタンプラリーの景品として640人分の健康グッズが市に寄付されました。浜ナビ、今回は機関誌横浜の横浜港特集にちなんで、変わりゆく横浜港をナビゲート。佐藤さんがやってきたのは、新港ふ頭にニューオープンした横浜ハンマーヘッド。客船ターミナル施設を中心に、食をテーマとした体験・体感型の商業施設、ハンマーヘッドショップ&レストラン、ホテルからなる複合施設です。施設内には25の店舗が入り、新たな観光スポットとして楽しめるんです。ちょっと甘い香りがしますけど、あ、これは有明ハーバーですね。もう横浜土産の代表なね、一つですけども、いや、もしかしてここで作ってるんだ。わあ、すごいツヤツヤしてますね。美味しそう。出来たてが食べられるんですかね。あ、有明ハーバースタジオって書いてありますよ。何ですかね、スタジオって。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。すいません、はい、有明ハーバースタジオって書いてあったんですけど、はい、こちらって普通の店舗とは違うんですか？そうなんですよ。こちらは有明で初めてハーバースタジオと言いまして、はい、こちらのマイハーバーマシーンというのが全国初なんですけれども、はい、こちらで写真を撮っていただいて、こういった形の可愛い、はい、お土産が作れるんです。ハーバーが3個入りまして、はい、お土産として大人気でございます。ちょっと私も作ってみたいんですけども、はい、ぜひこちらでどうぞ、はい、こういった形で画像を映りますので、カメラはこちらの上になりますので、はい、もうちょっとバックしていただいた方がよろしいかと思います。でこちらにですね、一応こういったボードも用意させていただいておりますので、はい、じゃこれ持ってみようかな。はい、ありがとうございます。押したら5秒でいきます。あ、5秒で。はい、いきます。同じポーズですよ。5、4、3、2、1。素敵に撮れてます。はい、楽しそうに、はい、同じポーズしてみます。あ、そうですね。撮影後、箱にプリントする文字などを決めて引き換え券を取り、完成を待ちます。その間にここでしか食べることができない限定メニューをいただきます。まずはハーバーを丸ごとソフトクリームにした新食感のハーバーソフトをいただきます。
ただきます。ダブルマロンですね。すごい。しっかりこのあんの感じと栗のつぶつぶ感も感じます。わっ、うん、いや甘すぎず、これは美味しい。こちらもハンマーヘッド店限定商品、3つの味が楽しめる焼きたてハーバーです。いただきます。あ、大きい。あんがとろっとしてます。焼きたては焼きたてで好きです。これ美味しい。限定商品を堪能しているとあっという間にマイハーバーが完成しました。でこうやってかけられるんですね。あ、ちょっと出してみよう。いやー、さあ私の有明ハーバーはすごい、いつも食べてるハーバーにこれ嬉しいですね。ミキハーバーですよ。これは記念になりますね。そしてこのマイハーバーの箱、自分で組み立てることもできるんです。説明書を見ながら親子やお友達と組み立てるのもいい思い出になりそうですね。有明ハーバースタジオ、ここでしか味わえない楽しめない体験型ショップです。続いて佐藤さんがやってきたのはニューアメリカンをコンセプトにしたレストラン、キーズパシフィックグリル。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。します。こちらのお店のコンセプトが、はい、ニューアメリカン、はい、初めて聞いたんですけれども、はい、どういうことなんですか？ラテンヨーロッパとラテンアメリカのエッセンスを一緒に取り入れた食事のメニューなんですけれども、うちのお店は、世界中の国から取り寄せたサーモンと、あとはフライドチキン、ハンバーガー、ホットドッグですね、あとはピザとかパスタもあるんですけれども、そういったいろんなものを融合させたメニューでお食事を出ししております。アメリカだけじゃなくて、はい、いろんな国こう食文化が入っている それがニューアメリカンっていうんですね。はい、他にこちらのお店の特徴って何かありますか？はい、うちの店でお出ししているビール、そしてジン、あとコーヒーは全部うちのお店で作っています。そうなんです。キーズパシフィックグリルはコーヒー焙煎所、ビール醸造所、ジンの蒸留所が併設された、全国的にとても珍しいスタイルのお店なんです。本日は実際にビール醸造所を見せていただきます。責任者の斉藤さんにお話を伺います。どういうふうにここでビールって作ってるんですか？ビールって4つの原料でできていて、麦芽、ホップ、水、酵母、これだけなんですけども、麦芽を細かく砕いて糖分作って、酵母が食べやすい、お砂糖を作るんですね。でその、お砂糖を作るところまでこの部屋でやってます。タンク5本あるんで5種類作って、まあ大体5種類から7種類ぐらいご提供できるかなとは思うんですけども、今現在5種類。安定的に毎回同じ味にっていうのも難しいんですけど、そこを安定的にするように日々努力してます。勉強と。そうなんですね。はい、いやでもこうやって作っている過程も、ね、見られて、それをここで飲めるってまた、そうです、やっぱりその場で飲むのが一番美味しいので、ぜひここにお越しいただいて、この場でタンクを見ながらビールを楽しんでいただきたいですね。はい、ビールの新鮮さを楽しめるわけですね。もちろんいいですね。はい、飲みたくなったでしょ。はい、続いて店内にある階段を上り2階フロアへ。あ、また落ち着いた雰囲気ですね。はい、こちらがジンの蒸留所ですね。はい、なんか見たことのない機械。はい、ジンもうちのお店こちらで作ってます。このラベルだったりガラスに書いてある8って何の数字なんですか？はい、ここもともとハンマーヘッドは新コフトといって8号岩壁と9号岩壁からなるんですが、
その8号の8を取ってここはナンバー8ディステラリーという名前をつけています。あ、じゃあこの場所にちなんだ。そうなんです。銘柄のジンっていうことなんですね。はい、そうです。ハンマーヘッドに行ってきたよっていういいこうお土産にもなりそうですね。そうです、はい。開放感のあるオープンキッチンが印象的なフロアへやってきました。わあ、これがお話しあった世界各国のサーモン。そうですね、はい、わあ、大きいし、また色がすごい鮮やかですね。はい、ということで早速シェフ厳選サーモンの盛り合わせをオーダー。キーズパシフィックグリルでは店内で調理されるすべてのメニューが自然由来の素材で作られています。こちらあのうちのお店で一番人気あるキーズピルスナーというんですけれども、一番あのホップの香りを楽しんでいただけるおすすめのビールです。じゃあ早速。あ、すごい香りがいい。あ、すごく爽やかですね。はい、飲みやすいビールですね。うん、はい、飲んだ後の爽快感がすごくあります。香りも華やかですね。はい、お待ちかね、キーズサーモンサンプラー、厳選サーモンの盛り合わせをいただきます。まずはレモンを絞り、自家製のベーグルにサワークリームやオニオンを塗って、お好みのサーモンを乗せていただきます。佐藤さん、ニュージーランド産のザ・キングをチョイスしました。とろけますね。はい、でもサーモン本来の味が濃いです。口いっぱいに旨味が広がりますね。はい、味全体をレモンがさっぱりと包み込んでくれて、はい、そうですね、美味しい。こちらも一押し絶品アールバーガー、そのお味は？いただきます。わー、うん、どうですか？美味しいですね。ありがとうございます。肉の旨味というか甘みも感じますし、はい、焼き加減がまた香ばしくて、でチーズでしょ、玉ねぎの甘みもですし、トマトの酸味、これ全部のバランスが絶妙です。景色も最高ですし、はい、もうここでしかできない本当に魅力的な場所ですね。はい、ありがとうございます。いや、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。店内醸造所で作られたクラフトビールはおしゃれなオリジナルの缶に入れてお土産として購入できます。キーズパシフィックグリル、クラフトとニューアメリカンが楽しめる体感型レストランです。横浜ハンマーヘッドの大きな特徴の一つ、全国でも珍しい客船ターミナルに併設されたホテルがあります。国内でも希少な海上立地だからこそ広がるベイビュー、シティビューを楽しむこともできるホテル、インターコンチネンタル横浜ピア8。エントランスへ入ると2階ロビーに続く印象的な螺旋階段がお客様をお出迎えします。開放的なテラス席を有するレストラン、ラーボードでは、海風を感じながらのブランチ。横浜独自に進化した洋食をテーマにしたディナーが楽しめます。スタイリッシュなオープンキッチンスペースに置かれたパンの棚。扉を閉じると、船旅用トランクを思わせるデザインに。ゆったりとしたしつらえのゲストルームは全室45平方メートル以上の広さ。豪華クルーズ船をイメージしたデザインで優雅な気分を味わえます。洗練されたおもてなしが心を和ませます。最も広い客室、シグネチャースイート。
3方向すべての景色を望め、ここでしか見ることのできない横浜の新たな絶景を独り占めできます。広々と開放感のあるバスルームが旅の疲れを癒してくれます。さらに宿泊者ゲスト専用のルーフトップは ベイブリッジやクルーズ客船の出入港など、目の前に広がる横浜の海を一望でき、非現実を味わうことができる空間に、海を間近に感じるくつろぎの滞在型リゾート、インターコンチネンタル横浜ピア8、大注目の最新ホテルです。続いてハンマーヘッド2階にあるハンマーヘッドテラスにやってきました。でもどうしてハンマーヘッドって言うんですかね。その答えを横浜市港湾局の海老名さんに教えていただきます。そもそもハンマーヘッドって何のことなんですか。この施設の前にちょうどありますクレーンなんですけれども、ちょうど形が金槌の形に似ていることから、昔からハンマーヘッドという愛称で呼ばれているんですね。こちらのクレーンというのが日本で最初の商業用のクレーンなんですね。でこのクレーン自体は1914年、大正時代にここにイギリスから導入されたクレーンなんです。で当時その時には日本に5機入ってきまして、横須賀と呉と長崎佐世保横浜という5つのクレーンが入ってきたんですね。で今現有で残っているのが長崎と佐世保と横浜の3機だけになるんですね。でそのうちの長崎のクレーンがユネスコの有形文化財に指定されているというものなんですが、この横浜港のクレーンはその3つの中でも50トンという一番ちっちゃい末っ子のような一番ちっちゃいクレーンでして、でこのクレーンも昨年11月には土木学会の選奨土木遺産というのに指定をさせていただいているというものですね。パッと見古い感じしなかったんですけども、それだけこう貴重なもので、この横浜港の近代化を見守ってきたようなものなんですね。横浜ハンマーヘッドも開業してすごく賑わいも増していると思うんですけれども、これからもどんどんこう計画とかっていうのはあるんですか。ここの新港埠頭に新しい客船ターミナルということで、大桟橋に続いて客船の受け入れ場所が増えたということと、さらにはここから先にカップヌードルミュージアムパークで、さらにその先には臨港パークと続いていくんですけれども、ちょうどカップヌードルパーク、そこから新港地区と中央地区の間には、今まだ名称を募集してるんですけれども、みなとみらいブリッジ、仮称ですけれども、それは来年にはかかる予定になってます。でさらにその先の臨港パークではそのカフェなどの、飲食だとか、軽食が取れるような施設というのの設置者をちょうど募集しているところなんですね。もうその数々の計画がもうこれからすごく楽しみなんですけれども、海老名さんご自身はこうした横浜の港ですとか、そういった今後のこう未来についてどんな思いをお持ちですか。こういった横浜の素晴らしい景観やまた夜景を楽しみながら安全に水彩線を散策できるような、そういった道づくりをした上で、外国からのお客様も、横浜市内のお客様についても、これらの新しい魅力としてさらなる集客やにぎわいづくりになっていけばいいなと思いますね。これからのそういった変化楽しみにしています。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いや、ハンマーヘッドの歴史を伺うとまた見方が変わりますね。そんな横浜のイメージ、船や港が特集されたこちら機関紙横浜はご覧のところでご購入いただけます。また番組をご覧の方の中から抽選で5人の方にこの機関紙横浜の最新号をプレゼントいたします。応募方法などは番組の最後にお知らせしますね。観光スポットとしても楽しめる施設、横浜ハンマーヘッド、横浜の魅力がまた一つ増えましたね。横浜ハンマーヘッド近くの新港中央広場では日暮れから楽しめるイベントが行われているそうなんです。どんなイベントなんでしょうか。
横浜市文化観光局の安藤さんにご案内していただきます。いや、この辺り華やかなこう演出がされていますけれども、はい、どういったイベントなんですか？はい、こちら美しいイルミネーションと先端技術を使ったダイナミックな光をシンクロさせるナイトシンク横浜という光のイベントをやっています。いろいろな仕掛けがあって楽しそうですね。はい、このイベント の一番の売りは特別演出というのをやっていまして、6時、7時、8時、9時の1日4回各10分間街全体を光と音楽で演出をしていきます。あとスマートフォンをお持ちの方はWebAR という技術を使ってスマートフォンのカメラ越しに実際の景色とデジタル映像が組み合わさった幻想的な風景を見ていただくことができるんです。イルミネーションって見るだけのイメージですけど、なんか体験もできるんですか？そうなんです。体験型なのが今回の大きな特徴になっています。どんな演出だろう。はいはい、まずは新港中央広場内に設置された看板から QR コードを読み込み、公式サイトにアクセス。特別演出に参加するボタンを表示しておきます。そして新港中央広場のメインステージへ。今青く周りが染まっているのもご覧いただければと思います。最初青からスタートしてどんどん色が変わります。この周りの木々ですね。木々も建物も青く。本当だ。はい、そうなんです。建物とかも青く横浜が染まっております。こちら見てください。インターコンチネンタルホテルから見えますか？サーチライトがだんだんいろいろ変化するのでしばらく見ててください。今回は8施設に協力いただきまして、その壁面が変わったりサーチライトが出たりとか、街全体で演出をしています。あ、これ360度なんですね。そうなんです。光の色も変わっていく。そうなんです。あ、今度は燃えるような赤、緑、すごい。あ、この下もわー、綺麗。ステージ横などに設置された特別演出 AR マーカーを、特別演出に参加するボタンを押して読み取ると、実際の風景にデジタル映像が、はい、この夜空が、はい、夜空にデジタルアートが広がってますよ。わあ、色も変わる。そうなんです。すごい、もう最先端のイルミネーションですね、これは。特別演出以外の時間もステージでは双方向で体験できるさまざまなデジタルコンテンツを投影しています。また大さん橋や象の花パーク、横浜コスモワールドでも AR マーカーが設置され、夜景とデジタル映像の融合が楽しめます。ナイトシンク横浜は12月27日まで毎晩開催しています。光に包まれる横浜、ぜひ体感してください。いつも番組へのメールやおはがきありがとうございます。東京都の高橋さんより、先日の芸術の秋横浜アート探訪の回をご覧いただき、お便りをいただきました。横浜市にはいろんなアートスポットがあり、楽しむことができるとは知りませんでした。横浜美術館はいろんな絵画があって楽しめますね、とご感想をいただきました。本当にゆったりと美術館で絵画鑑賞、いいですよね。ぜひ高橋さんも行ってみてください。ありがとうございました。さあ、ここで情報募集です。今月30日に我らの横浜中華街を大特集しちゃいます。ただいま絶賛リサーチ中です。あなただけが知っている横浜中華街のディープな情報をお待ちしています。さて、今回は変わりゆく横浜港の今とこれからをテーマにナビゲートしてきました。横浜ハンマーヘッドも開業してとても活気を感じましたし、これから横浜を代表する観光地の一つとしてさらに賑わっていくんだろうなと感じました。また計画が進んでこれからどんどん進化していくということで、これからの横浜港の姿も楽しみですよね。そしてこれから空気も澄んでイルミネーションもさらに綺麗に見える季節です。ぜひ皆さんも横浜港にいらして散策してみてくださいね。